はい、えー、こんにちは大竹誠です今日は9月の4日水曜日今日のパートナーはこんにちは水谷かなですはい私の横にはこんにちは文化オスアナウンサー砂山圭太郎です、えー、そして水曜日は今日も1ヶ月1回の歯医者さん行って、うん、青りんご味のフッ素を塗ってもらいました伊藤浅子です味があるいろんな味あるのあれはいあってフッ素塗るの塗るんですあの、えー、なんか ちょっとクリーニングみたいに歯磨きを機械でしてもらったあのに30分飲食我慢できますかって聞かれてそのぐらいできますって言ってでんかあおりあれんでしょうねちょっと青りんご味です子供だと思ってるのかな甘いやつそれを塗って塗るんだフッ素フッ素なんか歯磨き粉かなんかの CM で聞いたことあって。 ありますよね。昔よく不繡、不繡コーティング、コーティングみたいな不繡加虫歯になりにくいだよね。ちょっとわかんないけど。なんか良さそうだ。あれだね。なんかあの錆止めみたいな感じだね。錆止めそうそう。なんか知らないけど。そうなんです。やっぱ歯がね。ねえ。あと収集ってなんか掛けるんだ。なんか塗るんですあのクリームみたいな綿みたいなのに。 私はイメージなんかゼリーみたいなのかなと思ってるんですけど、えー、なんかググッつってそうそれで条文なんですって生まれて今日までフッ素なんか塗ったことないよ俺はなですよね私も今年54になって初めて、ね、あそう最近1か月一回行ってるんで、えー、んるんいや大竹さんも多分塗られててもわからないんじゃないですか <laughs> お願いわかって神様もう甘いも辛いもわかんない人にフッ素な味をわからせてあげてお願いします医者はどうせこいつわかんないから黙って塗っとけみたいな塩塗ってな絶対わかるよ昔でっ塩で歯茎まっさりしたある塩ね塩塩塩塗られてもわかんないんですよわかるよ塩とか灰でやってたんだろう灰灰おはぐろかおはぐろ関係ない違う違う灰でやるの灰でそうそうそう なんかして、あとなんてね、木かじったりしてたね。木かじってのあった。あれなんですか。いやだから。え、日本？日本じゃないとね。どっか違うとこですよね。アフリカかどっかか。多分木から出るなんかきっと。ああるのかね。あるのかな。それともなんか噛んでるや歯が丈夫になるとか木の繊維があの歯ブラシのブラシ代わりになってたのかな。あの木から出るのなんだっけ？日記じゃなくてさ。なんだよ。ヤニ？ 松やに松とかん出ますあれっかいいのかしら違うわね松やに滑り止めですよあいつ適当なこと言うなもんそれはもうゴムの木な？ゴムだって木から取れたりするんだからゴムかメープルシロップとかねあメープルシロップあるなメープルシロップもあれ木ですか木ですあの、カーンってやってなんかトロトロトロみたいないや、よく知らないでもそれ塗ったら虫歯になっちゃう メープルシロップ塗ったらあれカブトムシ寄ってくる。そう。でもマヌカハニーってあるじゃんマヌカハニー。マヌカハニーは歯ブラ歯磨き代わりというか。嘘でしょ。本当です。あの除菌するんで。本当？なんかいいやつです。あのマヌカハニーのさあのなんキャンディあれがいいんですよ喉にね。何が喉に？喉にこのその美細を保つためにマヌカマヌカ。 ハニーな声ハニーな声ってどんな声商品名じゃねえだろうなマヌカハニーは大丈夫マヌカハニーはあれマヌカのえ最近大竹さん商品名何や？こだなんかすごく商品名私が言ったりすると商品名言っちゃったよってボツっと言うんですけど大丈夫ですよ こいつちょっとどうにかしろよお前大丈なの曲のアナウンサーの風上にも置けるじゃ風下に置いておの人だよ風下に置いてくださいアイドルのちょっとなんかショートしてるやつみたいなアイドルが頭ショートしたみたいな風のでお願いし曲はもうダメだなとしてるとなんだそれバッサリ バッサリんちゃう。はい。水谷さんま食ったって言って。昨日さんま。うん。来ました。いや、昨日ね、あの帰る時に、こう、うちの高校生の息子から連絡があって、俺今日友達とラーメン食うから。夜いらないっつって。ええ、じゃ、あどうしよう、じゃ、もう買ってっちゃおうと思って、一人分なので。で、スーパー入ったら、さんまが。はい、はい。じゃ、さんま買おうかな、なんつって。はい。一尾四百円。四百円。 高いんですか。まあ、高いけど、うん、去年よりは。うん、今年高料って言ってんですよね。確かに確かに言ってましたね。うん、<年>俺調べでは。 国たちは192円国たちはよくわかんないんですけどなんで国たち情報が入ってきてるんですか最高じゃないですかあちこちにほんのちょっとだけ狭い情報もあるだって国たちは国たちの女からきっと情報が来てるいいじゃない新宿は四百円新宿の女から四百。0円いろんなとこから情報が入って石田さんも400円すごい細い痩せちゃってまだなのその放流情報は何でないんです細かった なん,あなんかあれだな小泉進次郎みたいだな。わわかか <laughs> かんない <laughs> <laughs> かんないんないいよくですけどがねオリンピックの 北口さんだっけ。はるかさん。はるかちゃん。あのやり投げの。あの人がこう投げてたやり見て。あの。あの、なんか。で、さんまとってるから。いやいや、だから、あれ見てて、俺、小泉進次郎みたいだなと思った。細くて。ややりり飛ぶな、小泉進次郎飛ぶななんて。 ピュウ思ってたけどね。でも確かに槍っぽいね、うん、小泉進次さんって、ね。なんか槍っぽいよね。<laughs> な目が鋭いからじゃない。なあそうなのかね。うん,うん。槍<あ>っぽいああ。なんかあれだよね。<laughs> あ,あ。

油が乗ってうまいとか言うけどさ、うん、あんまりの乗りすぎててもねえって俺思う時あるんだけど年齢かもしれないそですけどそうそうおじいさんだからしょうがない、ね、違うよパパ <laughs> 前から十八、うん、歳の時からそう思ってるなんで十八なんですかあの頃から高校卒業した時からそう思ってる、うん、なんでそんな記憶 <laughs> でもちょっとね身が油すぎずちょい締まりぐらいがなんの魚でもあの好きになってきました。油すぎてもね。そう内臓食える。内臓大好き。あ本当すごいね。え朝子は。私ももうあのもう何でも魚介の内臓あ食べちゃいけないってやつは食べないけどもちろんねやめた方がいいね。でも貝貝のあのあるじゃないですか。例えばサザエの器の奥とか大好き。大好き。 いやいやそれは俺だってねサザエの肝ぐらいは食えますけどサンマの腹はあ苦味がいいじゃないですか全部うん全部小骨も食べるもんだって小骨食べる小骨食べちゃう小骨も食べる最後本当にあの漫画の何猫が持ってく魚の頭と骨だけ本当にああなるタ太郎君は 内臓はまあ好きではないですね極力あの綺麗に食べるように心がけますけど内臓も綺麗に残すっていう感じですかね山口生まれなのに小骨は食べても内臓は残すかもしれないですね食べるよね食べる私結構サンマはまああとおろしをあとはあれだよね時々爺さん見てるとサンマさ 縦に詰まってさ頭高か,から全部食っちゃうじいさんいるよね本当そう骨もあれ頭いけんの,うい,うのいけるいけるらしいよ頭かいや見たんだよもう頭からさんま食った後もう何も残ってないじいさんいる町で有名なさん丸食いい,、うん、いやいやいるって絶対こうあの私も頭から全部食っちゃいますって人絶対聞いてる人の中にいる意外に魚 頭って骨がちゃんとしてるから上と下と結構口に残るけどねいやいや俺も目指しとししゃあまあそういうのはいくかこういうのはもう全部いけるいきますいきます頭ごとねだからいわしはワカサギみたいなちっちゃいのはあのくらいまではいけるけどね頭からこうまあちょっとまあね食えって言えば食えなくはないけどまあでも 干物でもちょっと残すな俺はアジの干物とか頭食わなない無人島でバカみたいなお腹空いてた時に夜中に一人で海潜って魚取ってで上がってきてどうやって取ったんですか 手手みみで夜は魚も動かないからそうそうそうで月夜のね月に集まってくる光そこ狙って手づかみで取ってくるんですけどそれを指で裂いてね開いて塩海水で洗って火をこして焼いて食べるじゃないですかそうすると骨と頭それこそ残るじゃないですかでこっちお腹空いてるから骨もう一回炭火っていうかもう。 <あ>火の防護の木の中にぶち込むんですよ木、ねうん、の利いた居酒屋みたいなそうなんですよ <laughs> 骨もいこうって言ってもっちゃうそうするともう、うん、ヒレも頭ももう一回焼くと カリカリで、まあ、すみ食ってるみたいなもんで、今多分美味しいと思わない。あ、でも結構、横で見てた猫が怒るタイプの食い。怒っちゃうかも、猫いなかったからチャボがね。チャボがやっぱりてたね。お前にあげるかっつって、でも、小骨とか内臓を食べてる私たちが今。こうやって生きてるわけじゃないですか。しっかりとね。見ていただけたら、お分かりのように、じゃじゃん、じゃじゃん、しっかり生きてるよね。しっかり。元気で元気です。 あ、そう。<laughs> <の>幸せです。幸せで。なんか宗教。<laughs> 何かしらの。幸せの意味がよくわかんないけどね。まあ、そういうちっちゃなとこにもな。はい、幸せあれかもしれないな。あります。おじいちゃんはなんか、もう、あれだよ。口の、この辺だけで喋ってる感じで。体全部が元気な感じ。この辺だけ、今日も、なんか、この辺だけは元気かな。口の周りだけ。口の周りだけ。<laughs> いいですよ。歩くと、よぼよぼするし。 喋る喋るって元気ですか？ら脳が動いてます。最近のロボットみたいだよね、大竹さんね。じゃそんなことない？ちゃんとパンツ履いてるよ。どういうことパンツロボパンツロボット履かねえだろう。俺はロボット履かないでもアトムとかなんか履いてない？アトムアトム履いてるな。あれパンあれなんさ言わなパンツ柄の柄な お前ちょっとやめろようなねが汗が塗ったのアトムが金玉出してるみたいな話やめてくんない言ってないですよ言ってないす黒いねパンツ履いてるってことそういうそういうことじゃないかロボットへそへそあったっけアトムへそはねへそはないなえでも上半身は乳首あったっけあった上半身出てるよねアトム出てるよねわかんない知らないあれは全部乳首あるはまあでも隠してないですもんねカマンタでちょうど こう視界見えないようになってるアトムのなんかあれいたじゃんちっちゃいやつなんていうの女の子みたいウランウランチャン妹でしょ妹でねウランチャンも上裸あれウランちゃんってどんな格好ウランちゃんワンピース着てなかったっけ着てないよあれそうなってくるとドラミちゃんって上着てたドラミちゃんチェックのスカート以外なんか履いてたチェックのスカート履いてたっけ嘘 あ、ウランちゃんパッと見たらなんか服着てますね。ブランちゃんめっちゃ服着てんじゃん。アトムは上半身丸裸でしたね。あ、だから猪木さんとかと一緒だ。ブーツ、ブーツとパンツ。ブーツにパンツ。赤いブーツに黒いパンツ。ほら、いやさん、アントニオイノキのルーツここ。はっき似てるもんね。似てないな。まあ赤いタオルか赤いブーツかの違いはありますけどね。そうですね。 えっとえあれだってざこ、うん、はちらっとあのたくさん撮ったけど『あの24時間テレビ』では<あ>ほんのちょっとしか放送されなかったっていうか車椅子の人と一緒に。芦原美羽ちゃんって、うんはい、去年、うんうん、ゴールデンラジオ水曜日にいらしてますよね。私なんか、うん ほらあのゲストコーナーでいなかったから初めまして元気な子そう初めましてって言ったら実は一回すれ違ってんですってって文化放送でって聞いたら水曜のゴールデンラジオに居らしててそう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 でミュウちゃんと あの二人で車椅子二人女子旅っていうのやったんですよ、丸一日。で、美羽ちゃんの夢がこう夢っていうか、まあちブラとかしてね、あの結構、車椅子だっていろんなことできるんだよって、こんなこんなだよとか、あとこういうところが不便だよっていうのを知ってほしい聞いた話では、あ子も一緒に車椅子で車いすで。 あの2人で待ちぶらしたってそもそも私の体格が「入るかしら」っていう小さめの車椅子が最初来たんでこれ乗れますかって聞いてでやっぱりほら病院の車椅子のイメージがあったからやっぱあれは違うんだよね。押してもらう前提の車椅子っていうのと自分でこうがなくちゃいけないが全然違って。どうだった 歩いてるもうすごくシンプルなこと言うと平らと言われてる道々が実は本当の平らじゃないじゃないですか、はいうん、そうすると「うわ」っつって行っちゃうのそっちにタイヤが<ー>すあのここなんか平らと評される場所だよねってとこが本当 本当にちょっと数ミリの角度があるとの商店街なんな。あもう傾いてから超大変あいつう。歩道が傾いてからそうそうそうであのなんていうんだろうその登ったり降りたりのガタガタももちろんあるんですけど地面に近いじゃないですか立って歩いてる人より地熱が熱い熱いで車輪なんかもどんどん暑くなってくるから持ち手のとことか 結構そこはきつかったです乗ってみないないいとわからでもねあさこちゃんは一個気づいたのが、うん、地熱は暑いけど、うん、あの大須の商店街行ったんですよ名古屋の愛知の。であ,のあそこはアーケードで屋根付きなんですけど、はいまあ、各お店が冷房をガンガン利かして、うん、それが通路に出てくるじゃないですか冷たい空気って下から出てくるから「みゆウちゃんこれうちらの方が涼しいんじゃね?」っつったら。うん 今まで思っったこととないけど本当だとか言って <laughs> <laughs> 逆に変な気づきもあったりして、うん、で、あのー、あとそういう商店街行った時の食べ歩きがやっぱ車輪は両手で持たないといけないからこう食べ歩きができないからお膝に乗っけて。 でもこの方がお行儀いいよねなんてそれは食べ歩かなくてもいいじゃないかそうんか食べ歩きができる結構商店街だったからああなるほどねそうでもなんか2人で遊園地とか行ってレゴランドに行かしてもらってあとなんかお寺さんか神社さんもなんか行ったみたいなこと言わなかったそうあの恋愛成就の神社行きましょう恋愛成就かってみゆちゃんが「彼れてしいんです」っつって2人で行ったらもうね てる美羽ちゃんでも絶対大変なんですけどそのんかこの成就の神様の石をよくあるじゃないですかなでると叶うってそこが砂利のとこにあるんですよ。砂利道ってほら神社ってお寺さんって砂利多いじゃないですかあそこにだからみゆちゃんギャギャギャッって言って入ってって。 だからそこから抜けるのももちろん大変だしでその後朝子さんもお願いしたほうがいいですよ」って言うもんだから「じゃあちょっと行こうかしら」なんて言ってど素人がそこ入って車椅子で車まあ滑っちゃうしまあ普通に歩いても結構砂利道ってやっぱり大変じゃないですか車椅子はやっぱり車輪持ってかれちゃうから右と左をうまく使ってとかあと本当にに美羽ちゃんとか行けるんだけど。 私みたいな初心者は1センチぐらいかなの段差、うん、そういう寺とか道とか多いじゃんあれを上がるのにウィリーって呼んでたんですけどみ、うん、えちゃんちょっと車椅子の背中をこう後ろに押す感じでタイヤを前にするとなんかそれあれだパラリンピックのバドミントンで見た後ろのけぞるで。 そしたら、ちゃんと倒れちゃってね、私かバランスがうまくいけないで綺麗にゆっくり、あ子さこさーんつって言ってで、みゆちゃんが爆笑しちゃって、いや、ていうか、あさこさん倒れそうになったらなんで立たないのって言われて、うん、本当だ、<laughs> そっ<か> <laughs> 受け入れちゃって、そのまま倒れちゃって、うん、でも、もうずっとみゆちゃんと同じでいくって言って、ね、なんか手袋しないでいっただけで。 手がブレーキだから、どんどんずるむけちゃうし、川も。うん、ええー、どのくらいの時間ロケしてたの?うん。1> 丸一日です。オンエアはってのはどれくらいだった。オンエアは二十四時間、旅だから、まあ十分ちょっとぐらいですかね。うん、あまあ、そうかね。それでも、まあ、まあ、まあ、あのー。うんうん、何して楽しそうに二人で、うん、うん、旅はしてますけど、はいうん、なんかもっと。 そういううひっっくり返たととこかそいえばさ車椅子ラグビーの池崎さんだっけ確か池崎さんが国丸さんの番組出ててでその辺のそうそう行く前池崎さんだと思うんだけどねそこの通路の脇であって「大竹さん」って言うから「ああ今度あれだねえパラリンピックだね」って言って「はい大変なんですよ」なんつって。 車が結構高いんですよこれ。ぶつかってなんとかするやつだからねあれすごくぶつかりませんあの試合見るとものすごいぶつかりやつ格闘技ですよねあれガンガンっつってそれでいつも銅メダル止まりだったらしい過去い大会そうですねどうどうって来ててだからああ 頑張りますとかね、なんか言ってたから、うん、あ,あ、そうか。じゃあ、あの、金、金メダル取ったら、なんかプレゼントくださいよ、なんて言うから。うん、いや、<お>安請け合いしちゃって。すると。金取りやまって。<laughs> い, <laughs> いや、すごかった。ちくしょう。まちくしょう、ちくしょうじゃない。<laughs> で、すごい盛り上がりでしたね、あれね。ま,ま,まあ、どう、どう。ね、<も>それで、あのー、準決勝見、み、道なるね。はいはい、準決勝が。 対で勝ったんだよそれがなんか延長戦みたいんでこれは金まではここでいこうって思ったら勝っちゃったえ何を差し上げるかは決めてないんだけど何がいいっ何をどうしようかいやもうご本人にご褒美だから欲しいものゲストに来ていただいてまずねそこでちゃんとものの指定を。 一応のメンバーは12人いらっしゃるっていうことはね一応お伝えはしといてもお会いしたのはお一人だけだってチームで勝ち取った金ですもねもう客席も泣いててねみんないやちょっとあんなに激しくぶつかるかとやっぱ団体に。 競技だとね、あれねすごいね、女の人も入ってていいんだもんね。そうなんですよね。いろんな障害のね、重さも違うっていう、合計がその障害の合計はなんかうまく8点以下にチームを編成しないとね、なんかその辺のこともなんか作戦上大変らしいよ。大丈夫ですよ、大竹さん小金持ってますから。じゃあまずはゲストですね。ゲストにお越しいただいて。 うなぎかなんかじゃなみかなそれもいいじゃん私たちもいいんでしょなんでお前たちこなん,んだ <laughs> いやいるからここにいるからなぜならここにいるからじゃお前お前の好きなうなぎの頭だけ食わして頭だけ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 頭け頭だ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 頭だけ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 頭頭だけ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 頭だ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 頭頭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  革新させて焼いてくんこれがね嘘でしあるのあるあるある本当にそうそうこれがねどこで俺は食ったのは最後に食ったのそれ渋谷で最後のいやいや渋谷の屋台みたいなところで食ったんだけどよく場所覚えてない渋谷の屋台すごい不思議いろいろ聞きたいどこですか力道山の魚あるとこ力道山の魚が力道山が開発したところかじゃあホテル街 ホテル街じゃないよりちょっとホテル街をよくけたあれどこでしたっけね力道座の坂だからあの一帯ですよあっちのまあ井の頭線の脇の109通りラママとかある方どこだっていいじゃねえか話を終わりたい俺はもう話を終わりたいんだ今ちょっとやばいと思ったんじゃないかお待ちしたり最後の一言が邪魔なんだよねはいケイタロウ君 はい、うん、まずお米の話ですね、はい、こちら朝日新聞の今日の一面なんですけど新米、値上がりの気配と、はい、農家へ前払い金4割高も、うんえ、2024年産の新米が店頭に並び始めた、品薄解消が期待されているが、生産コストの上昇や需要の高まりを受けて、値段は上がる見込みだとあります。うん、え実際、各地の農協が米の生産地に前払いする概算金は、前年に比べて2割から4割ほど上昇している。 金は仕入れ値の元となり店頭での価格にも影響すると書いてあります、えー、なぜ米が値上がりしているのか背景の一つは米の生産費の上昇だ JA 全農栃木の担当者は燃料費や電気代などが高騰し米の生産コストも高まっていると話す農林水産省によるとウクライナ侵攻や円安の影響で20年と比べて肥料価格がおよそ4割増し そして高熱動力費もおよそ3割増しとなっている需給バランスが崩れたことも影響したとみられる2023年前は猛暑による高温や渇水で品質が低下した影響で精米した時のぶどまりが悪く流通量が減ったその上南海トラフ地震の臨時情報を受けた買いだめも加わって品薄が続いており新米への需要が高まっているというんです、ねまあ、この高まりもあって価格が上がっている。 部分もありますよ、うん、ということなんですそしてこちら、うん、東京新聞ですね、うんえー、米騒動の影に減誕ありと、えー、農林水産大臣、新米割高感高値長期化かとあるんですけどスーパーなどで米の品薄、欠品が相次ぐ中、えー、坂本農水大臣は3日の記者会見で新米の店頭価格について平年よりも多少の割高感はあるだろうと発言した。 今後も高値が続く可能性に言及したもので令和の米騒動は長期化が懸念される指揮者は根本的な原因を国の 減産生産調整政策だと指摘し農政の在り方に疑問を呈しているとあります。うん、まあ疑問を呈しているのは元農水官僚でキヤノングローバル戦略研究所の山下さんっていうまあ研究主幹なんですけど、はい、まあすごいおっしゃってることをざっくり言うと減産、まあ、政策っていうもの自体は2018年に終わってるんですけど、うん、まあ似たような形でまあ生産調整がまあ続いてるんだ、うん。うん それでこう生産計画がギリギリだから少しでも需給の変動要素があると今回のような品薄を招くと、うん、なのでこの方は、えーまあ、備蓄米を放出するみたいな話も一番ありますけど、うん、備蓄米を政府が放出したくないのも米価の下落を恐れているからだ、うん、まあここで出しちゃうと新米価格に影響してしまうと、えー、国民が補助金を出して高い米を買わなければならない減産ではなく EU のような直接支払い制度で価格低下分を農家に所得補填し余った米は輸出する方法もある自民党総裁選では米農政の問題にも目を向けてもらいたいと注文したと、うん、まあちょっと今ギリギリで、まあ、いわゆるまあ米の需要がまあずっと減ってたのも事実でいわゆるこう需要に合わせる形で生産するっていう形をこうまあ長年 培ってきたと思うんですけど、まあ、ちょっとバランスが崩れるとまあこういうことになってしまう,う、うんはい、だからまあちょっと違う政策も必要なんじゃないでしょうかってことですね。まあそのちょっと違うバランスの崩れっていうのは、うん、まあこの間地震があって、はい、えその後地震注意報っていうのかな、はいまあ、臨時情報<ー>臨時情が出て1週間気をつけてくださいみたいなのがあって、はい、それでみんながちょっと、まあ、水とか米とかを。うん ちょっと少し買いだめしとこうかみたいなことがあったのとうん、うん、まあそれから新米の出る前だったっていう条件が重なったということが原因らし大体の原因らしいけどねただ慶太郎君はあれだねこの減反政策っていうのは2018減反に減反したらお金出しますよっていう減反政策。 これはは年には安倍政権だかな、うん、そ,その時には終わってるんだけど、うん、でもこの減反政策は形を変えて続いてるっていう話があるんだよね。まあそこまでこう言い切っていいか、うん、まあこの指揮者の方はまあそういう形で言ってるんですけど、うん、一応これある県がまあ米農家の皆さんへっていう減反政策の廃止とこれからの米作りについてってまあ資料を出しているものがあってそれをちょっと見る限りは減反政策は終了。 しましたよ。でもまいわゆるこう食の多様化によってま米のニーズがまいろいろこう低下している部分もあって、まきめ細かく対応した精査を行って、米の需給と価格の安定を図る必要があります。まこの水田をまいろんな形で活用してまいろんなこう資料用米ですね。 あの家畜が食べるお米への転換だったりとか、うん、まあ野菜とか果物とか高収益作物への転換を積極的に進めることが大事ですよ。うんうん で今までは生産数量目標というのがあって、うん、まあこれがいわゆる減産政策の時にあった生産量の目標なんですけど、うん、まあこれに代わる指標などありますかっていうんで、まあ、実際こう主食米用の作付け参考値っていうのを出してるみたいですねいわゆるだいたい去年のニーズはこれぐらいでしたから、まあ、全体でこれぐらい作りましょうかね、うん、まあ実質的にやっぱりこう参考値っていう形で、まあ、目標はあるっていうことですね。これがおそらく減政策は終わってるけど、まあ結局 結局似たよううな制度は続いてっていててっことだうあれでもあれはなかったの例えばあの畑減産をやめますと、はいねまあ、これから果物作りますとかほ、まあ、他のにしますとかっていう人には、うん、なんかこう補助金みたいのが出してるっていうことはなかったの 補助金も実際こう、うん、作付け、添削した場合の支援は継続しますかと、うん、いうことによって、うん、国による水田フル活用に向けた飼料用米、麦、大豆などの戦略作物への支援や地域の最良で活用可能な産地幸福による支援は継続されますとか,、うんはい、か麦、大豆、そば、菜種生産および販売を行う方に対する畑作物の直接支払い交付金も継続されますよとかこ、うんはい、ういうのもあるみたいです。まあだだかからあるよね大ま,あ、おおまかな こと言っちゃうとま減、あ、反はもう終わりましたけど、まあ、畑を何かに転嫁して使うんだったらば、まあそこにはね。支援金を出します。よっていう話だよね。これはう、ねうん、だから、まあ、形を変えたまあ、補助金みたいな。田んぼをやめればね。まあ、ちょっと大雑把な言い方だけど、続いてるっていうことになるとまあ、そうなってくるとやっぱしこの大元になった。減反政策とか。うん っていうのと、まあ、これはどういうことかっていうと今日本のお米っていうのはあのー、結構需要と供給のバランスが取れてる状態で続いてると、まあ、言ってみればこうあんまり余剰米を出さないカツカツの状態でバランスを取ってたとでバランスを取ってたところに今度みたいなことが起こると、まあ、ちょっとバランスが崩れちゃうと、まあ、そういう意味だと思うんだけど ただあ,のあれだよね農家は、まあ、あやってる人も65歳以上もう先細ってると、うん、でそういうのでしかもこれがずっと続いた減産政策があって、まあ、この米を日本はどうするかっていうのを、まあ、根本的に考えていかないといけないなっていうところにはいるよね、うんうん、そういった意味でこれをだから資料作ったりね、うん、いろんなのに作ったりするんだと。 それがし、まあ、米ここを基本的にどうするかっていう問題をちょっと考えなくちゃいけない、うんうん、今まで農家っていうのは結構自民党がね、まあ、そこを自分たちの評伝としていろんなことやってきたりしてたけど<ー>まあこれからはどうなっていくのかなっていうのとそれから備蓄米の問題があって備蓄米っていうのは いいざっってて時に出せるお米ですよっていう意味だよねだけど今回は、まあ、今回は新米も出てくる間でこれを使っちゃうのうにちょっとあの手間に時間がかかるとそれでビチコメを出すとそれが遅れちゃって新米と重なっちゃうんじゃないか,うだだからそうするとなんかうまくね回らなくなって逆に。 なんか価格のなんかバランスが取れなくなったりするいうから、まあ、控えたっていう話は聞いてるんだけど、まあ、でもいずれにしても米は値上がりしてるとうん、うん、で秋からの米も高いというのは事実だよねそういう気配が漂っていますと。まあそんなんで米ねもうちょっと真剣に今だから政策ということじゃなしに。 自分との評伝とかいうことじゃなしにちゃんと農家をどうするかっていうのを、ね、職業自給率って36%ぐらいしかないらしいしそこも考えていかないゃいけないよね。うん、慶太郎君あとと何やろう,てう時間はないですけどこちら朝日新聞のデジタルですね。うん、はい えー、東洋樹さんがまあ万博についてまあ書かれてますね、大阪万博にかけるお客さん目線と東京オリンピックの影っていう、これちょっとまたいつか改めて、はいえー、そして日経新聞ですけど、うんうん、こちら、えー、iPhone 日本勢の液晶パネル撤退と。お いわゆる全機種 iPhone が u k l になるそうなんですけどこの u k l のスマホ用のものを日本が作ってないということで撤退、退場となると液晶パネルはもうじゃないんだ日本の作るものがなくなったということ2015年は iPhone 向けシェアでシャープとジャパンディスプレイが7割のシェアを持ってたそうですけどここれがゼロというですね7割のシェアを誇ってた iPhone のね。 あのあそこの表紙のとこだろ、はい、表紙というかおじいちゃん表紙じゃないですよこういうとこだけ突っ込んでくるんじゃないよ <laughs> さあ今日も始めましょう <laughs>